さっきの話なんですけど、そうそう、なんか船長の 3D の時に、はい、なんかココさんがね、来てくださったんですけど、その時に、まあね、偉いね、マネージャーさんがね、いてね、その人を見たココさんのね、第一声がね、ああ、こいつかって言ったんですよ。ああ、こいつが、ああ、って初めて会ったんですよ、その日に。こいつこいつかんじゃないですよ、船長船長じゃないすいません、私はね、こう言ったはずです、はい、ああ、お前かと言ったはずです同じじゃん、イエーイイエーイじゃないっすよ。まあ、そうやってね、ココさんもね、完全に自分がね、トップだと思う。ホロライブのトップだと思ってるんで。ね、会長なので。ヤゴに会ったらなんて言うんですか？ヤゴはずっとニヤニヤしてました。会いましたよずっとニヤ、あ、してますよね、ニヤニヤ、ヤゴ。いつもニヤニヤしてます。うん、お前かという感じでした。ヤゴなんか、ヤゴって顔さらしてるじゃないですか。なんか。ヤゴは、フリー素材ですからね。ヤゴは、なんか、なんかね、自信があるのか知らんけど、名乗らなくて、最初船長が初めて会った時も、なんか、向こうから名乗らなくて、もちろん、ね、俺様のことは分かってるよな、みたいな感じで、ニコニコしてね、黙りこくってて、でも船長、ちょっと、最初ヤゴだって分かんなくて、なんか、始めました、みたいな感じになって、そしたらなんか、マネージャーさんが、あ、この人がヤゴさんです。ヤゴじゃ、谷子さんですって言って、だって、ああ確かに写真と一緒ですねみたいな言って、あの人谷号って言うんですか？そうそっから屋号ではなかった、屋号ではない、ちょっとやべえ、木に引っ